こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。これはね、金曜日だったかな、うん、確か金曜日のご飯です。甘辛ガーリック豚丼です。まずね、玉ねぎをね、お味噌汁用と豚丼用にザク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 って薄切りです。まあ土曜日曜休みはあっという間に過ぎ去っていくねまた明日から頑張ろうねと思い方ですでこれはね、お味噌汁のじゃが、違う、かぼちゃです。じゃがいもと言おうとしました。本当にでね、油揚げはね、あのお湯をさかければ本当はいいんだけど、めんどくさいじゃん。だから私いつもキッチンペーパーでキュッキュッキュッってしてね、油抜きをしますよ。十分ね、油抜けるから大丈夫だよ。楽な道を選ぶの、何でも。でこれはね、かやのやのお出汁を袋から破ったやつです。でこれ豚丼用のニンニク。うちはね、ニンニク大好きだからね、たくさん使ってるけど、あのそうだな、多分通常は1かけとか2かけとかそんぐらいかな、うん、包丁の腹で潰して粗みじんにザクザクザクって切ります。もうほんとね、粗みじんでいいの、うん。でビニール袋に入れるよ。で下味をつけます。今こう粗みじんにしたなんだっけ、ニンニクを入れて、片栗粉を小さじ2です。で塩コショウペペッと、もうほんと少しでいいよ。でこれをね、カシャカシャカシャってしっかり揉み込みます。そうしたらね、袋の空気を抜いて口を縛ってね、しばらく置いときます。もうね、めちゃ簡単だから15分ぐらいあればあっちゅう間にできちゃいますよで甘辛ソースを合わせます。分量はこれです。もうちょっとね、甘めが好きかなっていう人はね、あの砂糖をもうちょびっと足してもいいと思いますよ。そしたらね、これをしっかり混ぜます。でもこれでソースは出来上がりね。食洗の蓋を開けっぱなしで私は何をしてたんだろうかでもお味噌汁ね、これもガラガラ火が入ったから火を止めてから味噌を溶きます。時々ね、沸騰したままね、一生懸命味噌を溶くのを見かけるけどね、火を止めてからの方がいいよで、お味噌汁が出来上がったと。で、フライパンにね、油を熱します。そしてこれはね、薄煙がボーボー出てきたら、温まった合図なので、お肉をどかんです。でね、片栗粉を使ってるしね、ビニール袋でギュッと縛ってたから、一塊になってるでしょう。これをね、ほぐしながら広げていきます。で、お肉の量はね、だいたい私これ 500g ぐらい使ったんだけど、多かったです。多かったからね、次の日にね、カレーにしました。そうだね、4人家族やったら 350g から 400g ぐらいでいいと思う。で、広げたらね、一時ね、そうだな、1分弱、1分ぐらいに触らなかったの。そして、ガシャガシャガシャって炒めていきますよ。ちょっと説明が下手だもうちょっとこう上手にね、お話できればいいんだけど、困った。で全体を炒め合わせて、お肉にあらかた火が通ったら玉ねぎをドカンと入れます。そしたらね、またこれをしっかり炒めていきますよ。でね、もうお箸がね、もうな、でも焦げも腕が疲れてきたから、このシリコン調理スプーンです。もうこれが一番便利
でしっかり炒め合わせて、玉ねぎがねしんなりしてきたら合わせ調味料をザバッとかけて、で全体をねしっかり絡めます。これね、あんまり煮詰めすぎたら今度辛くなっちゃうからね、絡まるぐらいでいいよ。でご飯の上にねキャベツの千切りとかさ、レタスをベベッと引いてね、乗っけて食べたら美味しいです。はい、出来上がったよこれがね確か金曜日の夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。